まで行くよ。もっと声出していこうぜ。せーの、お願いします。お願いします。しないでずっと気ままに過ごしたい。 SNS の時代、価値観を共有したい世代、好きなこと好き。今日のやめとこっかの MV 撮影の一番最初は私のシーンからなんですけど、朝から80年代で頑張りたいと思います。本日は撮影となっております、司会進行します、ソータです。よろしくお願いします。いや、ちょっとやりすぎだろ。これで角度つけば、こっちで角度つけてさ、1時半に起きました。深夜1時半に起きました。やつからカレーを作ってきたので、もう気持ち的にはもうめっちゃって感じで頑張ります。ほんとセットがすごいので、うん、ね、もう楽しみな気持ちと、まあ、すでにもう撮影は始まってるんですけど、まあ、長いのでね、今日一日頑張ろうかなって思います。楽しいです。2人の目標的なものがあるんです。ナンバーワンの漏れ、今までの中で一番漏れるように頑張ります。ノーブスで、ノーブスで頑張ります。ノーブスで。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。自撮りの、はい、どうでしたか。そうですね、やっぱちょっとこう難しかったですけど、まあでもなんかこう加工がついて自分で確認しながらできるので、まだなんかいつもよりかはちょっとやりやすさはありました。見ながらなんで自分が今どう映ってるのかみたいな、ちょっともうちょっと研究してみます。すごい。ちょっとカメラ顔近いのかも。Z 世代らしからぬ発言なんですけれど、今のシーンで僕人生初スノーです。びっくりしました。顔があんなに変わるみたいな、とんでもないね。みんなもうみんな騙し合ってんだね。びっくりしちゃった。あんな変わるんですね。顎シャキーンみたいな。戯れつつ目線はカメラな感じですね。そうですね、カメラ意識してください。すごい楽しかったんですけど、目にめっちゃしゃもの入ってきて、でもすごい我慢してたんですけど頑張ります。楽しかったです。みんなに感想を聞いてみたいと思います。はい、カットカット、はい、オッケーです。いいと思います。はい、一発 OK です。はい、大丈夫です。OK です。ありがとうございます。楽しいです。どうですか、楽しかった？楽しかった、キラキラしてめっちゃいいですね。前は外やったんで、今回このスタジオの中でいろんなセットがあって新鮮です。こうやって頑張ります。この頑張ります。もっと笑って、もっと笑って、もっと笑って、顎を下げて、顎を引いて、もっと笑って、もうちょっと正面でいいですね。もうちょっと正面でいいです。ありがとうございます。笑顔難しい。めっちゃ難しいです。あんなはなんか普段と笑い方が違うんか難しいです。改めて笑うとなんか笑顔って難しいですね。難しいです。はい、頑張ります。ちょっとどんな顔しようかなと思ってるんですけど、はい、今日の目標はやりきることなので、できることをやります。頑張ります。目標はやりきること。やりきることです。出だしの怖いもののとこ、ソロのとこを撮ります。
まあここまでたくさん練習したのでいいものができるように信じて僕は見守りたいと思います。それでは後半戦お楽しみに。ありがとうございます。ありがとうございます。汗やばいっす。1回ですぐ汗かくんで大変だめです。ハードですね。フルはハードです。レザーが可愛いし似合うですね、この子似合うですね。このインナーカラーもインナーデビューして似合うですよね、はい、似合うですね、これも似合うですね、似合うですね。頑張りたいと思いますね。ウィンクした方がいい。あ、そうだね。なんか、はっちゃけ感があるか。あともうちょっとさ、余韻長すぎる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ラストかな。もしかしてこれ完璧だったらラスト分かんないですけどだと思う。曲がってる。お願いします。頑張ります。もっと声出していこうぜ。明日頑張ろう。せーの、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。はい、ありがとうございました。いやまあちょっと答えました。答えました。まあ元気は残ってますけど、やっぱダンスがなかなかこうぶっ通しだとちょっとやっぱしんどくなってきます。ちょっと北海道魂もちょっと極めなきゃなと思いました。はい、ケビさん、モカさん、タイラさんは、以上です。なんか跳馬だったんですけど、すごい今思えばあっという間で、全部のシーンすごい楽しくて、結構いいものができたと思うので、ぜひ見てください。こんなにいろんなセットがある中での経験はすごい初めてだったので、なんか楽しみつつ学ぶことも多かったので、これを糧にもっと輝けるアーティストになれたらなと思います。見てください。あの初めて MV 撮影でダンス以外の各シーンを撮ったんですけど、結構難しいなっていうのと、はっちゃけすぎも良くないし、あんまりはっちゃけないのも良くないし、なんか楽しそうに見せるって難しいんだなっていうのを感じた一日でした。なんか終わったら疲れ取れましたね。いや結構思ったより時間が長くてきついかなと思ったんですけど、やっぱりジリオン仲いいのでみんなで仲良く待ち時間過ごしたので、すごく楽しくていい作品を作ることができたんじゃないかなと思います。すごい長かったんですけど、全部のカットが全てシチュエーションが全然違うんで、なんか1日で撮った気がしないぐらい内容が一つ一つ濃くて、すごい撮ってて楽しめました。もう朝から夜までもう一番最初から最後まで撮影してたんですけど、皆さんの協力のおかげでいい MV になるんじゃないのかなっていうワクワクでいっぱいです。まあとりあえず終わったことに一息ついています。今めちゃめちゃもう一日中かけてやって、多分僕史上一番長い現場だったんじゃないかなって思うんですけれども、最高でした。結構それぞれの
表情の変化を見てほしいです。結構いろんな細かいところでいろんな表情が見れると思うので、それを楽しんでほしいです。合計8回ぐらいですかね、通して踊ったんですけど、もう本当にフルマラソンぐらいきつかったんですけど、やっぱみんなでこう高め合いながらやったので、すごくいいものができたんじゃないかななんて思ってます。